ETC を活用することで発進時の燃料消費を抑え燃費向上につながります。はい、トルチャンネルです。今日は2023年多分初めての動画になると思うんですけれども、まあ遅くなりましたけど、まあ明けましておめでとうございますということで、今日はですね、まあ前から何回も走ってるんですけど、まあ三つの七曲がり峠っていうところをちょっと走ろうかなということで動画を回してます。これ今東に向いて走ってるんですけど、来る時も実は同じ道走ってきてそれの折り返したんですけど、今日なんかね地元でマラソン大会があったみたいで、なんか一部通行止めがあるみたいな感じで表示で出たんですけど、もう終わったみたいで、ちょうど今お昼の2時なんで午前中に終わったんですかねみたいな感じで、まあ普通に通れたんでその帰りをちょっと撮影してるんですけど、ちょうど今あの牡蠣のシーズンで、まあ名物が牡蠣なんですよね。三つとか、まあ室津の牡蠣、途中にね道の駅があるんですけど、もうものすごいいっぱいで、もう大変なことになってたんで、この辺地元結構ねあのワインディング的な道なんで走ってる人とかもいるんですけど、そういう人大抵道の駅で休憩するんですけど、その人らも入れずに結構大変なことになってます。ちょうどね、まあ先週中頃でしたっけ、水曜日ぐらいに、まあ結構雪が降って、まあ正面の崖見てもらったら分かるんですけど雪が残ってるんですよね。なんでちょっと雪も心配してたんですけど、まあその辺も大丈夫でしたね。この辺はほんとね地域柄雪年に1回積もればいいぐらいで、まあ瀬戸内海の温暖な気候なんで、なんで結構ね、あの車好きな人以外はスタッドレス履いてないんですよね、冬用タイヤ。なんでもう大変でしたよね。せめてね、オールシーズンタイヤでも履いてれば違うんでしょうけど、まあ、ほぼほぼ皆さんサマータイヤなんで、ちなみに来る時もやっぱりね、そのドライブ楽しんでる人が多かったみたいで、対向車で結構ポルシェとかランボルギーニとかね結構走ってて、やっ
ぱりあれなんですね、あの牡蠣のシーズンなんでドライブがてら牡蠣食べに行こうみたいな感じになるんですかね。自分自身牡蠣嫌いなんで良さがあまりわからないですけど、結構なんていうんですかね、中毒性の高い食べ物みたいですね。割と遠くからでも結構皆さん来てて、海が結構綺麗ですね。からね、どんどんとカーブが多くなってきてみたいな感じですかね。チャリがいますよ、チャリが。すごいですよね、この坂を。結構ね、あの側道がね、横に迫っててね、側道って側溝ですね、ごめんなさい、あの溝が結構ギリギリなんですよね、ここ、こっち側は。あの海側は全然大丈夫なんですけど、さっきのカーブとここのカーブ2つぐらいが結構ね、怖いなっていつも思うんですけど、左側ですね。から牡蠣のお店がね、いっぱい出てきて、前のフリードは何がしたかったんですかね。場所変えてくれたんですね、泊まる場所。
まあでもこの季節から結構ね、こういう道走るとき朝来ることが多いんですけど、さすがに朝は凍結が怖くてね、いつも昼ごろ最近は出かけてるわけですけど、しかも割とね、横見てもらったら分かるんですけど、山肌がね結構迫ってきてるんで、動物が惹かれてることが稀にあるんですよね。なんで先頭を走るのはね、あんまり夜とかは走りたくない道ですね。こういう道ってね、割とそのなんていうんですかね、結構走り好きで走りに来てる人もそうなんですけど、意外とね、沿線の地元の方がね、平均スピード高いんでね、普通の軽トラとかがバンバンなんていうんですか、スピード上げて走ってたりするのがちょっとびっくりなんですけど。まあ、うん、当たり前ですけど、県外ナンバーは割とゆっくりですよね。ね、さっきもっていうか、まあ行きもそうだったんですけど、帰りもよう見てたら結構いじってる車多いですよね。さっきもなんかめっちゃいじってたコペン見ましたし、その前にはまあ動画には映ってなかったんですけど、ちょっとね、初めコンビニで休憩してた時に CHR が3台ぐらいかな、めちゃくちゃいじった感じの車がツーリングで走ってたりとか、結構ね見てるだけでも面白い感じですね。そういうのが好きな人にとっては。この辺とかもね、すごいっすよね。もう普通に道路はみ出して止めてますからね。あ、この佐川じゃないですよ。さっきの赤い車ですけど。
こもすごい車が、結構見てたら高級車多いですよね。台があるところでのチャリは勘弁してほしいですね。イノシシ出没注意とかが書いてありますけど。ちょっと行ったら道の駅ですね。左側にね、第二駐車場が手前側にあって、奥側に道の駅が反対側にあるんですけど、第二駐車場も確か来るとき見たら満車でしたよね。第三、まあ今の左第三ですね。その前が第二で、すごいですね。何をしに来てるのかな、よくわかんないですけど、第2左これ満車ですよね。あ、私は寄らないですけど、っていうか並んでまで入りたがないですね。今の道の駅、道の駅三つって言うんですけど、海鮮バーベキューができるのが確かね、なんか売り文句みたいな感じでなんですけど、見た感じね、2階屋上でするみたいなんですけど、さっき見たら誰もしてなかったんで、ね、道の駅ってどこ行っても土日とかねいっぱいなんですけど、本当ね、何をしに来てるのか、地方の何ですか、野菜とか買いに来てるのか、ここで七曲がりは終わりですね。
ちなみに今更なんですけど、今このナビじゃないですけど、まあマツダコネクトに出してる、前まではね画面があの燃費計をね出してたんですけど、今回からはちょっとこの ITM っていうマツダ独自のあの運転診断なんていうんですか的なやつを出してるんですけど、面白いのが燃費運転してたら全然ね数値が上がんないですよね。どちらかというとちょっとなんていうメリハリのある運転をすると数値が出るみたいな感じなんですけど、750円、牡蠣、生牡蠣ですね。三津町ですね。三津町。信号青やけど止まっちゃいましたんで、はい、今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。